ふく市で毎年8月に開催されるふくろい演習の花火は、県内外からおよそ40万人が訪れる県内の夏を代表するイベントです。実行委員会は今年の開催を目指して協議してきましたが、有料観客エリア以外の観覧者の人数の把握や管理など、新型コロナ対策の徹底が難しいと判断し、先週中止することを決めました。 中止はこれでで3年連続です水谷欽次実行委員長は、本当に残念、何らかの形で花火を上げられるよう、代替イベントを考えていきたいとコメントしています。